野球素人のプーリオ、初球で大谷の165キロを打つ。ミラクルをもう一度。プーリオさすがすぎる。プーリオさんかわいいな。お、プーリオも打てたやん。やっぱりスポーツ極めた人ってすごいんやな。私とは別の生き物だ。初めてのバッティングで初球の165キロの球つか、やはり運動センスとかポテンシャル高いな。プーリオが打席に立つ絵だけでも面白いのに、165キロをライト前にクリーンヒットしたのむっちゃ笑った。元木よりいい当たりしてないかプーリオ。日本人最速を一発で当てた元木さん。元木がボテボテの内野ゴロをヒット詐称して絶賛されているけん。待ってよプーリオの方が。うサッカー側は吉田麻也とトゥーリオなのに、野球側の選手は成瀬と元木なのはちょっとな。さすがアスリート。